どうも、ガロです。お願いします。ということで、今日も将棋王と自分将棋やっていきましょう。ということで、なんかね、桜が舞ってるよ。はい。まあいいや、それはいいとして、都と連盟からですね、寄付利用のガイドラインが出ました。はい。で、内容としてはですね、まあ、さらっとしか見てないんですけど、まあ、SNS で、寄付とかですね、まあ、言ってもダメなのかなをやる、もう、なんだろう、共有するのはダメっていうことですよね。あと、ツイッターでつぶやくのもダメってさ、ちょっともうこれちょっとやりすぎだと思うんですよ。やりすぎだと思うけど、まあ、どうしてこうなったっていう話ですよね。あ、相手見つかった。対局開始。お願いします。そう、どうしてこうなったっていう話だよ。嬉しのいるか。嬉しのいるか。うん。違ったか。まあいいや。それはいいんですけど、やりすぎたと思うんですよね。多分ね、あれ、あの内容的にはもうね、YouTuber に対して、将棋系 YouTuber、ね、に対してやってるでしょ、あれ。確実に。うん。で、やりすぎなんですよ。リアルタイムでやったりさ、角代わりに喧嘩打ったりさ、やりすぎなんですよ。もういい加減にしろよっていう。3。うん。まあ、その人たちの生徒は言いませんよ。言いませんけど、多少あるでしょ。うん、やりすぎた感はあるでしょう、うん、もうね、いい加減ちょっとセーブしてほしいですね、まあ、いくら金が儲かるからってさ、まあ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 、YouTuber としてはいいとは思いますけど、別にね、うん、儲かるんであれば、ただね、モラル的な問題があると思うので、まあ、そこをどう思ってるのかね、正義みたいな感じでやられちゃうとちょっとなっていう、うん、まあうん、なんだろうな、まあ、堂々とやるのはいいけど、正義ではないだろうって。何これ知らないよ。桂跳ねよ。はい。で、同桂成、同金、同角成、同金は飛車が飛びますね。で、次これ9六歩とか突くか、8五角って打つかみたいな感じですかね。うん、もう切ってくるしかないでしょっていう。これさ、角打つと8五、いや、歩突きもあるんだよ。どっちがいい、これ歩突くか、なったら同金です。がどっちみちもならないから清算するしかない。で、その時に8五角って打っといた方がいいのか、角をね、持ってた方がいいのか、ちょっと微妙なんですよね、今の。1。同銀から、同銀は、同銀もあるのこれ。同銀は同角成か。同金か、やっぱじゃあ。うん。同銀は同角成、同金に7五飛車があったんで、それ逃げられちゃうのが嫌だったんで、まあ、これで全部清算させてしまいましょうかね。うん。ちょっと将棋の話になっちゃったけど。あ、1、2、3。なら同銀ですか。まあ、銀より金の方が、なんとなく、価値高そう。1。そう、これ6五桂がないんですよ。6五、あのね、5七の地点に銀が効いてるんで、6五桂がないのが、この主張なんだけど、まあ、真っ直ぐ立ちますか。引くとね、7六歩垂らされて、と金作られたりするのもちょっと尺なんで、で、次、どうするかっていうところですね。まあ、8一飛車とか下ろしていくのかな。1、2、3。その銀打ちは、まあ、金立っとい、あ、王様立っといて、顔面受けで大丈夫でしょう。6七銀ならずってやられちゃうとまずいんですけど、これだったら7七金って打ったら、もう桂馬の方を払っちゃう。桂馬の方を払ってしまって。1、2、3、4。はい。で、まあ、6七、桂馬とかで、ね、渡さなければ、飛び道具渡さなければ、だいぶ金駒じゃ攻めづらいと思うので、これでそこそこなんじゃないかなって思ってるんですけど、1、まあ、歩だらけですよね、とりあえず。叩きの歩。で、同銀とかだったら7三角とか打つ手もあるし、やっぱりなんとなく打っちゃったけど、なんとなく筋で打っちゃったけど、1、大丈夫かな。2、5五桂とか打つの、どうかな。6、まあ、1回飛車下ろすか。はい、で、次これ7三桂がありますね。なんで7二銀って引いてきたら、ああ、植えるんだ。2、3、まあ、ゆっくりと取ってきますか。で、これ7三桂どうするんだろう。7三桂7二金だったら8一桂成って、もう ゆっくり攻めますか、ゆっくり。相手から早攻めないんで、5八金とかやっても次手がないはず。1、2、3。で、こうなっといて、で、7一成桂からじわ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 やっていく感じですね。で、桂馬とか渡すと3五桂とかちょっと気になる手はあるので、それだけ気をつけておきたい。でも、どうしようかな。一回4五桂打つか。4、5、一回歩突きますか。はい。で、同歩に4五桂、4四銀だったら、まあ、同玉でいいか。4四銀だったら2四飛車が走れるんで、まあ、挟み撃ちができますよと。で、4五桂に放置するんであれば、5三桂成ってやる手がかなり怖いと思うので、
さあどう受ける。4二銀もしにくい、まあ、4四銀だとか打っちゃうとこっちの攻めがね遅れちゃうと思うのでそれもやりづらいでしょう。ってことで顔面受け、まあ、桂渡しても大丈夫かな。一回取り、一回取るか、まあ、竜に勝つ入れたいですもんね。うん、あ、そう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 、あのオープニングはね、視聴者の方からちょっと提供いただいたので使ってみました。はい、おー、いい手。ちょっと待って、ちょっと待って、ミスった。7、8、9、あー、ミスったミスったよ。まあいいか、よくねえな、よくないですね、これはよくないけど、よくないけどしょうがないか。いや、これ間違えたな、ちょっと8二銀の瞬間に寄せないといけなかったですね。まあしゃあない、まあ、3三桂なり同桂2四飛車からいきますか。1、2、3、4、それは詰めろではない、とりあえず7、8、詰めろではないので、ただ今日渡すと危ないか。3、4、今日渡すと詰めろになる。6、7、8、いや、わかんねえ、ちょっと待って、同桂、同桂だったら下走るよ、同玉でしょ、同桂、同桂か。1、2、3、4、5、いや、怖いっすね、下走ろ。で、金打ってもまっすぐ斜め落ちれば大丈夫ですね。で、2三歩とかは2一角って打つと寄らないか。角渡してこっちどうだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、いや、3四飛車でいいか。3四飛車、次これ3三左から4五桂とかで寄りそう寄りそう。1で、これでも桂になってくると思うんですよね。そこで寄せれればいいから。あ、これでもあれか、4三成桂から寄りそうですか。1、2、3、よくわかんねえ、1回出す、切ろう、もう詰まします。詰まなかったら知らんけど、うん、大体詰んでるでしょ、こういうのは。で、4号桂から打って、いや知らないけどね、いや3四銀もあるのか。3、4、まあいいや詰まなかったら知らん多分詰んでると思うんですけどね。4四玉は2二角って打つので、で、あ、上に上がるのは3五銀と捨てて金打って引いて銀打って、で、多分詰んでるんで、はい、まあ、銀でもいいのか、3の銀でもいいのか、3の銀と打って4六は5六があるんで、こんな感じで、これであれですね、4六は腹金がありますね。1で引いたら角打ちで寄って3三角成ですね。危なかった。You are number one。 ありがとうございます。まあ、ということで感想戦移りましょう。そうそう、このね、3号突き捨てからの4号桂の場合は4四銀と上がる方がいいと思います。はい、でこれ引くとね、飛車が6四までビューンってくるんで、歩かっさらわれてね、ちょっと指しづらくなるので、ここはで、しかもこっちも8号歩まで位を取ってるんで、ここは上がった方がいいかなと。で、こんな感じで進んでいって金寄りですね。まあ、桂跳ねもよくあるんですけど、まあ、金寄りをよく使ってます。で、これ2二歩だったら、2二歩だったら3三桂跳ねて2一歩台に2五角っていう感じです。で、角打ちだったんで桂跳ねましたけど、ここでね、やっぱ2五角の方がいいのかな。ねえし、はい、まあ、一緒なんですよ。2五角でも歩なって同金に桂なって同金、同角なり同金、同左同銀みたいな感じ、一緒なんですよね。その時に6九の金をいつでもぶった切れるっていうのはあるんですけど、例えば角追われた時にぶった切っちゃうと相手の持ち駒に角が入っちゃうんで、受けるんだったらこっちかなと思って歩つきました。そう、攻めるんだったら2五角、受けるんだったらこの歩つきかな。で、今回受けに回ったんですけど、そう、こんな感じでね、相手の攻めを切らしに行くというか、うん、流しに行く、いなしに行く感じですね。で、この金打ちなんですけど、これさ、よくよく考えたら4四金ってあったね。これ4四金ってやったら相手どうしたんだろう。桂取りましたけど、これ4四金ってやったら、かなり攻めづらいですよね。まあ、3四歩垂らして、4三でばらして3三歩なりからやってくるのかもしれないけど、それでもね、金と銀金の交換だからだいぶいいんですよ。4四金ですね、これね、どう考えてもね。まあいいか、はい。で、こうやってやって、まあ、これでもいいとは思うんですよね。ただこっからどう勝ちに行くかっていう問題があるので、まあ普通に8六歩同歩6五桂ですか。だから桂馬渡すとね、7五桂とかかなり急所なので、ちょっと怖いっていう感はあるから、桂馬使いたくなかったんだけど、まあそうですね、うん、
まあ今回はふーって下を下ろしましたけど、まあ、ふー垂れてね、まあ、ゆっくりと行ったつもりだけど、やっぱまあまあ、まあ、37系すがに筋悪いですもんね。37系からこうなるんだったらもう3級成桂ってやるべきだったんですよね。だから3級成桂の時に6八玉ってやられてどうしようかなって思ったんですけど、まあ金取って同銀に、まあ、それこそまあ5六桂から4六角みたいなガリガリ行っちゃってもいいよ、よかったのかな。75桂とかはね、あの74玉って上がっとけば多分なかなか詰まないと思うので、そうやってやるべきでしたか。ちょっとぬるかったですね。いろいろ、これもね、この2八銀打ちもやべえと思って、これで、3八成桂ってやって、竜取らせて、勝てればいいんですけど、これね、例えば5二飛車から飛車抜かれちゃうと、一発で負けになるんで、この瞬間、どうやって決めるって思って、決まんなかったんですよね。決める手が見えなかったので、まあ、しょうがないから逃げて、でこれで、ね、寄ると、3九金でまた竜に当たるんで、まあ、逃げてね。で、これ1九金だったらね、さすがに金まで使ってくれれば、相手持ち駒は飛車だけでしょっていう形になるんで、それはいいんですけど、そうで、ここでね、ここでまあじっくりと5八銀とか受けておけば、全然、まだまだって思うんだけど、まあまあまあ、5八銀だったらね、2五角って打つ予定だったんですけど、うん。まあ、桂打ちだったんでね、ここはもう寄せに行こうかなって思いました。はい、でですよね、ここでどうするかだったんだけどな、8九角同玉8七銀とか打つのは角渡してもギリ大丈夫じゃないね。うん、金から角でばらして飛車下ろして桂ならずからの飛車成りダメですね、罪ですね。角も渡せない、やっぱ飛車走るしかないか。で、歩受けて、まあ、回っといて、まあ、一応これが詰めろになってるんで、まあ、受けづらいでしょ。うん。まあ、こんぐらいだとは思うんですけど、まあね、ここ以下は罪ですね。以下は罪。という流れになりました。はい、そんなことでね、今日はちょっとさらっとになりますけど、こんなところで終わりにしたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。